アイテム番号 SCP-74JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル。その性質上 SCP-74JP を収容することはできません。事故を予防するためSCP-74JP の軌道上を航空機が飛行することは17日ごとに制限されます。財団職員は最低2名を担当者とし、SCP-74JP の活動を定期的に監視してください。監視には高速度撮影が可能なハイスピードカメラ、レーザー距離計、磁気センサ、及び、が許可されています。活動場所付近を鉄柵で囲い、関係者以外の侵入を防止してください。また侵入者を認めた場合、担当者は事情を聴取しすべて記録をしてください。侵入者に対し、必要であれば A クラス記憶処置を施すことが許可されます。19に行われた調査の結果、プロトコルが追加されました。POI-074、ロー参照してください。SCP-74JP の活動後、担当者は土砂や砂礫を用いて活動箇所を可能な限り復元してください。説明、SCP-74JP は明治、年に発行されたと確認される2000銅貨幣です。腐食が激しいため表面中央から下部及び裏面が6章に覆われ、またわずかな歪みが認められます。SCP-74JP は19、年、月、日に登山家にて発見されました。およそ409時間に一度の周期で SCP-74JP は岩手県山中、北緯39度、分、秒、東経14度、分、秒で表される地点の上空に出現します。レーザー測定の結果、出現位置は少なくとも上空、メートル以上であることが判明しています。SCP-74JP は観測された時点で、およそ秒速、M、S で鉛直方向に落下し続けています。出現直後から常に等し速運動を続けているのか、それとも出現後に終端速度まで加速しているのかは不明です。SCP-74JP はその運動エネルギーをはるかに上回るエネルギーを有していると考えられ、風雨を含むあらゆる障害物に影響を受けません。落下地点と SCP-74JP との間に障害物がある場合、SCP-74JP はその障害物を貫通します。またこの時、落下速度に変化は見られません。大地に着地した後も SCP-74JP はその性質を変えずに落下し続けますが、およそ2メートル地中を落下した時点で消滅し、障害物及び落下地点には SCP-74JP が通過した痕跡が先行として残ります。実験記録、SCP-74JP の性質を調査するため、以下のような実験を行った。実験記録1、実験日時19、実施方法、落下地点の先行から、2メートル地下を掘削した。結果、SCP-74JP は掘削後の地点からさらに2メートル地中に落下し、掘削前と同様の穴が残った。メモ、もう2メートル掘っても結果は同じだろうな、博士。実験記録2、実験日時19、実施方法、落下地点にガラス板を設置。結果、SCP-74JP はガラス板を割ることなく貫通した。メモ、まるでくり抜いたみたいだ、博士。POI-074、炉人工地震による地下構造の探査の結果、落下地点に位置する。山の地中に空洞が存在することが判明しています。侵食等による洞窟の可能性は低いため、さらなる調査を申請中です。19に行われた調査の結果、空洞は人工的な、編集済み、であり、さらに SCP-74JP の継続的な活動により閃光が空洞に到達する可能性が指摘されました。実験及び SCP-74JP による閃光は砂礫により補填され、また特別収容プロトコルが追加されました。